筑波エクスプレス、快速の八潮駅通過が終了しました。首都圏新都市鉄道は、今日15日をもって、筑波エクスプレスにおいて、快速の八潮駅通過を終了します。筑波エクスプレスは、秋葉原駅と筑波駅を結ぶ、58.3km の路線です。普通、区間快速、通勤快速、快速の4つの種別が運転されています。このうち、最速達である快速は、現在、秋葉原から北千住の各駅と南流山大高の森、守谷、筑波に停車しています。筑波エクスプレスでは、明日16日にダイヤ改正が行われます。今年春のダイヤ改正で、快速の停車駅に八潮駅が追加されることとなりました。筑波エクスプレスの埼玉県内の駅に、初めて快速が停車することとなります。このため、快速の八潮駅通過は、今日15日をもって終了となり、八潮駅を通過する営業列車が消滅となります。ダイヤ改正後、上下線で、平日43本、土休日63本の快速が八潮駅に停車するということです。なお、快速の秋葉原から筑波間の所要時間については、各種時間の調整で維持することで変更はありません。また、平日朝の混雑時間帯には、八潮駅始発の上り列車を2本増発するとしています。これで、3月15日の KAB ニュースを終わります。